はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は、また引き続きね、ちょっと新要素の農業っぽい作業をやろうかなと思って、やるタスクが、これですね、ロールアウト。はい、干し草の塊をたくさん集めたが、それらをすべて納屋に移動させる方法、いい方法がない。あんたこの仕事に最適な、キロベッツのトラックを持っているそうじゃないか。礼なら弾むから手伝ってくれないか。ということ。で、これですね。ここに落ちてる干し草の塊を、干し草をここまで、届けると。で、そのためには、このトラクター操作モジュールを推奨って書いてあるんですけど、多分このことかなと思うんだけどね。車はまあこれで合ってると思うんで。まあこれでだから、干し草の塊を、何持って、で、どうやって運ぶんかちょっとわかんないですけど、トラックを2台乗せられるんだったら乗せようかなと思います。まあ、とりあえずやってみましょうか。これで、ちょっと、後ろについてるんだよね、これがね。一回つまみ上げてみます。それ以外にこの後ろのやつの使い道がよくわかんないもん。難しいな、軸を合わせるの。よし。ちょっと、機能、フォークリフト、クイックモード。で、これを、上げる。じゃあ、こっち。下げる。伸ばす、縮めるっていうのは。伸ばす、縮める。前方、後方に傾ける。ああ、これがつまむのね。下げといて、ノーパー。ちょっとすくい上げるような感じにして、こうかな。で、最後挟めばいい感じかな。難しくない？ ちょっと難しいんですけど。もっとすくい上げるような感じにしないといけない。開いといて、これで、挟んで。ああ、ここまで入れて、ちょっといかんだけど。で、挟んでみます。挟んだ。で、持ち上げて、上げる。こうか。一応つまめましたね。落ちそう。 で、これをドラッグの荷台にちょっと乗せてみましょう。バックだからね、後ろについてるからなんか感覚が 狂いますね。こっちが前みたいな感じしますけど。とりあえず乗せてみますよ。乗せんの難しくない？でも。フォークリフト以上に使いにくい。これを、もうちょっと上げたいね。上げて、手できんのかな？これでも一個ずつ運ばないといけないってなると、ちょっと結構な手間ですよね。こうして。ちょっと1がわからん。煽り付きの方がよかった。こうしといて、ちょっと待ってよ。もうちょい上げて、で、伸ばす、伸ばす。もうちょい上げましょう。上げて、伸ばす。上げて、伸ばす。上げて、伸ばす。いい？これで、開いてみますよ。あれ、開けない。あ、開いた。な。 いや、そうなるよ。そうなるよ、そら。そうなるよな。どうしよう。このまま挟んで、一個ずつ持っていくのが正解。あおり付き2台で、やった方が良かったって話だよね。で、その固定ができるのかどうかっていうのをちょっと知りたいんですよね。もう一回ちょっとやってみます。乗 せる。よし。はい。上げる。おお。 なんか巻き上げてるけど。縮める。上げる。縮め、目いっぱい縮めて、こうして、目いっぱい下げて、もうちょいあれか。こうやな。
で、開けといて。挟んだ？ちょ、難しい。逃げるんやけど、こいつ。あ、いい。オッケーオッケー。あはは。何この追いかけ。よし。ちょっと挟ましてよ。ちょっと。何これ、めっちゃむずい。めっちゃむずい。これは練習せなあかんな。ちょっと小回りがそんな効かないからね、これ。位置合わせんのがまず大変。ちょっと遠目からしっかり、ね。なんかに押し当てた方がつまみやすそう。ね。そこまで。これで挟まして、挟まして、はい。X。で、違うな。仕上げる。落ちそう。危ない。落ちそうだけど。もう一回ちょっと、しっかりつまみますよ。こうか。うん、開くから、入った。よし。で、挟む。OK。これで一応持てるのは持てるね。ここまではいけるんですよ。その荷台に乗せて固定ができるかどうかっていうのを、これうまく乗せる方法かな。こう後ろから乗せた方が転がったとしてもいける。ちょっとそれでやってみます。ここまでやっといてさ、これクレーンで持ち上げられたらもう元も子もないよね。これで、こうしますよ。ちょっと大事。ちょっとずれてる位置。落ちなければいいですけど。下げちゃうわ。伸ばす。こう。で、開く。そう。乗った。乗った。乗ったな。乗ったな。で、ちょっとこれを、あ、反対反対。ちょっと、下ろすなよ。OK、OK。よし。で、切り替えて積み荷を固定。あ、いけたいけたいけたこれはでもいっぱい積むの難しいな。で、ちょっと待って、クレーンでいけるかどうかも見てみようか。あ、ちょっと待ってえ、ちょっと待って、そうトラクターいらない子じゃないこれはいトラクターいらんやんただまあこれ以上は運べないよね、さすがにね。どうしようかな。4ついけるから、だからウィンチ使ってます。クレーンで挟むの1個、トラクターで挟むのも1個で、4つ一気にいけるかな。とりあえずじゃあこれにもう1個ちょっとクレーンで挟んで1個積みましょう。4つ運びたいんでね、一気に、うん、これをまあ2回に分けて運ぶっていうね、それはちょっと僕的にはないんでクレーンで挟めたらあかんことない。持てたらもうあのトラクター意味ないことない。どういうことなんだろうね。ここちょっととりあえずこの上に乗せて、よし、いける、なるべくウインチ使わずに行きたい。 OK、 挟んだ。よし、これで落ちなければまあいいよね。で、あともう一個はあのトラクターで掴みます。こっちかな、こっちだ。エンジンかけっぱなしだった。お、上げる。もう一個はあれか、3、うん、
縮める。上げる。よし。OK。これで、まあ、落ちないでしょうね。さすがに。挟んで、もうちょっとしっかり挟んでくる。これじゃ無理か。これで、2台でじゃあ、目的地まで行きましょうか。傾いたら落ちそうやな、でもこれなんか。ちょっと気ぃつけて運転しないといけないね。よし。目的地が、どこだったっけ。前の畑のとこだよね。ここか。まあ、そんなにひどくはない。まあ、もう、安全に行きますよ、今回は。この、大通りを通って。大丈夫やんな。抜けてるね。どういう光景これ。なんかちょっとお祭り的な感じしますけど。なんて書いてあるのあれ。ペットロールってなんだろう。なんか聞いたことあるようなないような。役を書いといてほしい。落ちない？大丈夫？よし、行けました。水たまりがあります、ね、これぐらいは大丈夫でしょう。よし、なんかすごい絵になってますね。まあこれはこれで面白い。あ、ちょっと待って待って、危ない。この横からのね視点で運転するのは危険なんですよ。こけないでね。落ちてないな。よし、ちょっとねオンロードの道だから余裕こいて運転してましたね。復帰。よし、これちょっと溝があるんですよね、この道路脇にね。これ結構危険っすよ。曲がりきって、曲がらへんねんなこいつな。全然旋回能力は低い。まあ馬力はねすくあるんですけど、もうちょっと先ですね。あ、もうおとなしく運んでいきますよ。なんかこの辺にも落ちてるじゃないですか、無造作に。これは回収できるのかな。ちょっとクレーンがつながるかだけ見てみます。寄り道もう終わりそうなんで、どうしよう。余計なことをせん方がいいかな。ちょっと縛られてないもんね、星草。クレーンモード、あ、つながらないね。つながるあれがない、ポイントが出てこないから。これはクレーンでは持ち上げられないと。後ろのトラクターだったら、つまみ上げるのはできそう。あ、でも、まだ、なんていうか、出荷用にはなってないっていう感じですかね。まあまあ、その辺のやつをだから持って、落ちるやつを持っていっても、タスクの達成にはならないと。一応そういうことですね。指定されたやつを持っていかないと。よし、はいか。まあまあちょっとずつこのマップのねルールを理解してますね。よし、ここですね。ここで納品は普通にできそう。ウィンチ外す、貨物管理、星草の塊4、6。こっちもある。別のタスクかな、これ。こっち。ちょっと待って。こっちや。これは今はできない。やっぱ固定してないとあかんから、積まないとね。あ、ちょっと待って。落としてるやん、俺。今気づいたけど。落としてた、一個。落ちてたね。まあまあ、この、今でよかったよ、まだ。途中で気づいてなかったな、あれ。よし、これをじゃあで、もうこっちで持ち上げますよ、クレーンで。
トラクターちょっとめんどくさいんでこのつまむやつほんまいらない子になりそうなんだけど面倒なだけですよね。これモート、はい、つまみ上げて、せっかく新しくね追加されたやつなのに、でいっか。まあ急なんとかでも使えるのかな。結構馬力とね走破力ありそうなんでね。よし、はい、これで、OK、本当に助かったよ。これで仕事に戻れる、うん、ということですね。もう一個星草のタスクあるんだよな。さすがにちょっと6個一気には運べないと思うんでこれはまたやっときましょうかね。はいよし、はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、また、この続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。